はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。最近ね、調子がいいみんなのバトルです。最近ピョキング調子よく少しずつだけどレートを上げていってます。負け続けてるよりやっぱね、勝っていった方がやっぱ楽しいよね、みんなでバトルって。やっぱキノピコがね、好きなんだよな俺。この4人の中じゃね、やっぱ一番可愛いもんね。よし、キノコを取りたいところだけど、このまんまとりあえず行くか。よし、オッケー。あ、待って、俺が最初ベルを取りたいな。で、このまんま行く。なるほど、ベルを取って行かなきゃ。ベルを取ってね、よし、このまんま鍵を取らなきゃいけないってことね。なるほど、これは待って待って、これは下でいいのか。オッケー、そしてよし、オッケーで入ったら危ない。あー、ちょっと待って、あーちょっと待って、あーちょっと待ってこれはやばい、これ俺やばいな。待ってくれ、誰か誰か俺を助けてくれくそ、俺が鍵取ってきたんだけどな。まあいいや、このステージが長いことを祈って、ぜひね勝てることを祈ろう。まあこの状態じゃさすがに難しいか。で、このままジャンプして、オッケー、これは入れないか。待ってくれみんな、俺が開けた鍵だから、せめてこのキノピコをね待ってくれてもいいんじゃないかみんな。よし、このままジャンプして、オッケー、行く。早いなみんな、やっぱりか、ゴールされたわ。急いだのが原因だったね、あのドスのところで落ちたのがもう完全に敗北の原因だもんね。落ち着いていこう、落ち着いていかなきゃバトルじゃ勝てん。それじゃあ次のバトルもどんどんやっていきましょう。キノピオさっきもいたよね、リンク道場練習用ステージっていうことはリンクになるステージか。でね、ゴール条件もね、うん、リンクのままゴールって書いてたもんね。で、これ先に絶対リンクになるやつを取っておきたいけど、みんなそこにいたら取れないよ、みんなそこにいたら取れないよ。よし、ここでルイージを踏みつけながら待って、みんなみんな気持ちが早い、キノピオとか特に早い。ルイージそこいたら出ないから、ルイージそこいたらみんな気持ちが早いな。待とうぜもう。よし、待ってなんでマリオ死んだの。てかこのまま俺も行こうか。あ、待って、でもそっか、リンクがないとクリアできないから、リンク絶対取っておかないといけないんだ。その辺をねしっかり覚えておいたぞ俺。あ、そこにも出るんだなるほど、よし、オッケー、みんな壊してくれてるな。で、あれどうやって取るんだ。あ、この鍵取ればいいの。よし、鍵取ればいいのかな。よし、オッケー、そしてこのまま右に行ってジャンプで上、よし、うまい。で、このまま走っていこう、ジャンプ、オッケー、来た、よし、危ない。よし、今のはね弓使いうまかったんじゃないかな、綺麗にオンオフを捉えることができたから弓で、今のはなかなかうまかったと思うんだよね。てかね、ピオキングアイコン変えたのわかる？なんか急に変な赤ちゃんみたいななんか赤ちゃんみたいなになってるけど、ハゲた赤ちゃんね。で、帽子がねいつものあの医者のやつにしたんだけど、どう？かわいい？かわいくはないか。意地悪Pスイッチ、Pスイッチっていうひらがなの書き方がめっちゃかわいい。意地悪Pスイッチか、どんな感じなんだろう。これはでもPスイッチを押しても下にコインがあるから一応いけるっぽいもんな。あ、待って、俺はクリボーにやられるんだいつも。よし、大丈夫大丈夫、俺はクッパにもやられることはない。よし、オッケー。で、このまま、あ、待って、俺も危なこういうステージか、最初に言ったもん勝ちだったな。このステージ P スイッチ押したらどうなってたんだろう。よし、それじゃあどんどん行きましょう。今んところまだ2回負けてるもんね、2回負けて1回しか勝ってないから、せめてもう1回ぐらいは勝ちたいな。ゴールしたのは引き分けっていうことでいいでしょう。そして見て、ルイージ俺と一緒の服着てんだけどあの女ん子。マウントムッシュルームステージ2、どんなステージだ。ムッシュルーム、マッシュルームでいいのかな。いや、こういうステージ楽しそう、いいねいいね。このスーパーマリオワールドのスキンは俺は好きだぞ。よし、このまんま行って、あー危ない、くそー、ブラックパック、あ、やばい、これやばい、毒が来てる、まずいぞこれ。あ、来てないか、よかった。危ない、待って待って、ラグラグ。これ上に行けばいいのかな。で、ファイヤー取っておくか。みんなね、なんか左に行ってんだけど、
右は何もなかったのかな。よし、土管に入る。そしてこのまんま、なんかキノピオ早いな。なんか俺遅くね、大丈夫、ジャンプ、オッケーオッケー。で土管に入る。土管じゃねえ、ドアか。でこのまんま、よし。なんか争ってるな、あそこ2人で。待って、俺も混ぜてくれ、俺も混ぜてくれ、俺もその争いに混ぜてくれ。よし、オッケー。このまんま右に行ったら左かな。一応これ取っておく。ずるずる、俺も欲しいんだけど、それあれ。よし、あ、待って待って、どうしようどうしよう。これこんな感じでいいのか。このまま行きましょう。で、ずっと行ってて、あら、みんな後ろにいるけど。よし、危ない危ない、あ、これは危ない。俺欲しいんだけど、それ俺欲しいんだけど。まあいいや、いらないっぽいぞ。もうこれ右に行った方がいい。右に行くか、じゃあ。あ、羽羽、俺に羽をくれ。うお、食べられた食べられた。よし、危ない危ない、 やめてくれ、そういうのはやめてくれ。よし、オッケー。で右、このまま右に行こう。待って、俺が先だ。キノピオ待ってくれ、俺が先なんだ。よし、羽はここに来て、羽はでかいぞ。でよし、よし、オッケー。絶対負けねえから、俺絶対負けねえから、俺絶対負けねえから。よし、オッケー。あ、待って待って、危ない危ない。よし、ジャンプジャンプ、オッケー、ジャンプジャンプ。よしよし、いいね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 。キノピオ、俺に俺、よし、ここで俺は一人だ今。危ない危ない。よし、ゆっくり行こう、落ち着いていきましょう。これはこれは落ち着いていきましょう。勝てる。あ、嘘。マジ、ロケットにやられたな。くっそー、これは悔しい、これは悔しいな。ルイージがね、今一人で行ってんじゃない。じゃあここ羽があったよね、羽をぜひ取っていこうか。羽があったら、あ、待って、危ない。よし、ルイージがね、いないのがめっちゃ気になるけど、大丈夫かな。ルイージ、なんかルイージじゃない、キノピコ、キノピコが言ってるな。このドアはなんだこれ、意味ないなこれ。じゃあこのリフトに乗っていこうか。今度こそゆっくり行くわ、今度こそゆっくりっていうか、しっかりね、慎重に行くわ。このコース長いよね、めっちゃ面白い。そして全然面白いんだけど、このコース、こういうコースマジでバトルっぽいよね。こういうのがね、最高の両コースって言うんじゃないのこれ。クソコとか、あ、やばいやばい。よし、でフラワーを取って、このまんま落ちる。みんなね、なんか中間ポイント、あー悔しい、これマジかよ、負けた。さっきのね、ロケットに当たらなくちゃ、キラーか、オレンジ色のキラーに当たらなくちゃ勝てたと思うんだけどな。でもね、このステージでゴールできなかったのは悔しかったけど、めちゃくちゃ楽しかった。マウントマッシュルームステージっていうのかな、この人の作ったコース、他もね絶対面白いと思うんだよね。それより久々にみんなでバトル用コース、まあ、それぞれみんながお互い同じコースっていうのかな、そういうコースをやっていきたいな。最近ね、出てないもんね、あのクラウド、めっちゃかっけんだけど。本物のクラウドじゃん。あ、リアルマルチプレイヤーレベルね。お、出た出た、マジで出たんだけど。よしよし、しかも俺の得意なニューマルじゃん。よし、じゃあ俺一番上行く今度。あ、待って、もういいもういい、ここでいいやん。一番下が良かったな。でもちょっと待って、うるさい。待って、キノピコうるさいな、激しいんだけど。よし、それじゃあ行きましょう、レッツゴー。俺どれ？よし、まずはヒップドロップで、これさ、俺一番いいとこじゃない？これ大丈夫？これで右、あ、違う、そういうことね、オッケー。よし、でこれ壁キック使った方が早いんだきっと、オッケー。あ、待って、よし、マリオには負けない、マリオには負けない。よし、でバネを踏んで、待って、バネ、よし、でこのまま走って、あ、あー、マリオ待ってくれ。よし、あー待って、クソ難しいなこれ。よし、こういうステージで負けるのは悔しいんだ本当に。オッケー、でジャンプ、これ難しい。よし、オッケー、よし、
オッケー、よし、マリオ抜いたぞ。他がどうなってんだ。やばい、キノピコ行ったっぽいな、なんか。早く早く早く、負けたくない、これは負けたくない。よし、で、あ、で、右か。ちょっとラグいけど、キノピコ早いな。よし、待って、これアームがよし、オッケー。で、待って、これゆっくり行こう。で、左、よし、オッケー。次、右、そして、これどうするんだろう。あ、こっち左か、オッケー。で、次右か、なるほど。で、次は左に行く。キノピオ早いな。で、キノコ取って、よし、マリオには勝ってるけど、あの、キノピコとキノピオがめっちゃ早いな。で、このまんま壊して土管に入る。よし、このまま、お、このまま、誰だ、1位は誰だ、1位待ってくれてるっぽいな。でも、あ、ジャンプ、ジャンプ、よし、オッケー。で、このまま行こう。待ってくれ、俺も早い、あの子早い。くっそー、キノピオ負けたわ。うまいな、やっぱりうまい人はね、ほんとうまい。こういうコースでね、勝つのが一番気持ちがいいんだけど、負けてしまった。悔しいな、今のステージは。もっかいしたい。もう負けてもいいから、もう一回やりたい。もう、ああいうステージほんと好きだから。どんどんね、次行きましょう。S プラス、やっぱ5500とか、レートすごいよね。俺、行ける自信ないもんな。一応4400までは行ったんだけどね、4500を次目指していきましょう。これは、もう、アイテムがないと、絶対死んじゃうやつだ、これ。このステージ絶対アイテムないと死んじゃうやつだ、これ。よし、見て、ほらほらね、見て、しか、今キノピオ行ったでしょ。これアイテムね、絶対ないと死んじゃうやつだから。あ、待って、これ取っておきたい。よし、オッケー。で、このまんま俺行こうか。うそん、待って、これまずいな。で、このまんま行くか。ここでアイテム出ないな。よし、オッケー。あ、もうマリオやめても。あ、嘘、待って、そこにゴールがあるのか。俺もゴールしたい。待って、俺だけ。よし、あー、よかった。今日はね、2戦目のリンクのコースだけ勝って、他全部負けてんだよね。そろそろ勝ち取っておきたいな。多分レートもね、始めた時より下がってんじゃないの。大丈夫かな。9、適当だな、コース。9って。でもね、ああいう適当な名前こそ面白いステージって意外と多かったりするんだよな。で、3D の楽しそうなコースでしょ。楽しみ、これ。まずね、ここアイテムは取らないでいこうか。うっそ、飛ぶの。飛ぶんだ、あのブンブン。かわいいけど、見た目かわいいけど飛ぶんだ。ファイヤー、よし、ファイヤー俺取っておくぞ。オッケー。みんな、あのブンブンにやられるがいい。で、このまま右に行こうか。一人早いけどね。こっち行き止まりっぽいな、なんか。大丈夫か。あ、やっぱりか、行き止まりだ。戻ってきたってことは行き止まりか。あ、なんでやってんだ俺。あれ、待って、幅跳びがなんない。まあいいや、もう。嘘、マジかよ。条件を達成した、なんで。あ、ブンブン倒せばいいのか。なるほど、そっか、俺ゴール条件また見てなかったわ。あそこでマリオが一人走ってるけど、マリオ戻ってくるんだ、マリオよ、そこには。あ、なるほど、ここで待っておくか。まあ一応みんなゴールできたね。でもね、やっぱ負け意外と多いんだけど、ゴールしてるのも多いよね。だからね、レートがね、あんま減らないんだよね、負け続けても。それじゃあね、これでラストバトルにしたいと思います。タピ変態じゃん、あれ。ヒューマンヘブン。お、このステージはまずね、鈴が4つあるけど、一応みんな取れるようになってんだ。これ取れるかな、俺。
待って待って、嘘、マジかよ、ひどいな。しかもなんで俺ヒップドロップしたんだ。これ鈴なしでいけるかな、ベルなしで。待って、これでゴールみたいな感じっぽいぞ。めっちゃ見て、ほら、なんだこれなんだろうこれ。もう、はい、それじゃあね、ちょっと4400を切ってしまったけど、今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。そういえばね、最近よくあのゲームのなんとかをやってくださいっていうねコメントがあったりするのが嬉しくて、もしなんかね面白そうなゲームがあったらこのピオキングに教えてください。それじゃあまたね。